みともラジオー。あー、全部君のせいかも。この世界はまるで地獄だね。始まりました。みともラジオ。この番組は杉並の猫屋敷からお送りしておりますよ。どんな番組かと言いますと、みとものお話を聞いていこう。まあ、ほとんど聞いてねえんだけどね。聞いていこうと、そういう番組でございましてですね。誰も興味がない、今日僕が何をしていたかね。これを長々と5、6分喋っちゃうわけですね。何をしてたかと言いますと、久しぶりに、ね。まあ、ライブ自体はね、久しぶりじゃないですけど、マネキケチャの、リリースイベントがソフマップであるということで、行ってきましたよ。ね。今日の衣装は、なんと、ナースでした。ね。ナース。見えますか？ナース。いい加減、どれかサインをいただこうと思いつつね、レギュレーションがきついんですよ。ね、サインね、特典券が4枚いるでしょ？3枚で、ワイドチェキ、ね、囲みのワイドチェキが取れるわけですよ、3枚で。となると4枚あったら、1枚で握手して、囲みチェキ取った方がいいなと思っちゃうと、どうもね、サインがないのよ、どれもこれも。いやー、あとね、あと、ツーショット、ね。ツーショット写メが5枚でしょ？そう思うとね、サインがなかなか、次こそはと思いつつ、ね。そんなことをしてましたっていうかね、あれ、いいか。まず、その話を片付けましょうね。言ってたんですけども、いや、本当にね、昨日、ね、PV が公開になりまして、あれ、本当に泣けるよね。僕、千愛ちゃんが10年前に、歌手になりたいって書いてた手紙のツイートを読む前に、PV を見てね、千愛ちゃんが、カラオケボックス掃除してて、藤川ってネームプレートから、こう、顔がバーンって映るところでもう、涙腺崩壊してたわけですよね。なんか、これ、すごいと思ってたら、その後に見たツイートでね、いやもうたまんなかったっすよね。いやー、本当にいい歌ですし、PV も本当にいい感じでね。いやー、久しぶりで、一人それぞれね、いろいろお話をさせてもらって、なんとね、そんなもん見なくてもいいのに、なんとその千愛ちゃんが、ミートも見ましたよって言ってね、見なくていいんですよ。本当に、ね。こう、直接ね、このね、YouTube を見ましたって言われた人がね、二人だけいるんですよ。その二人だけ。そのうちの一人が、ね、千愛ちゃんでしょ？もう一人が、水道橋博士さんですかね。もうどうなってんだってね。たかだか5、6回ぐらいしか見られてないのにね。偉いことですよ。そんなことがありまして。ね。で、秋葉原のソフマップであったので、まあそのままブラブラ秋葉原行って、やっとね、こう、ずっとワイドチェキを入れるやつがなかったんで、もう探したんですけど、ないんですよね、ワイドチェキ用が。だから、しょうがなしに、こう、写真の L 版入れる、アルバムにしたんですけど、ね、遡ると、ね、もう、ね、
見ます？見たくもない。そう。じゃあ見せるしかねえだろうね。ピカリン、ピカリン、ピカリン、ピカリンね。ピカリン、ピカリン、ピカリン、ピカリン。ああ、ピカリンも早く次のシングルを出さないかな。ピカリン、ピカリン、ピカリン、ピカリンね。で、ドロップ挟んでの、ショコタンアリーの、招き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 ですわ。いやー、これね、毎回ね、こう、ちあいちゃんがね、後ろでね、こう、楽しそうにしてるんですよね。今日なんか特に、ねー。素晴らしい。ね。見習うべきところばかりですよ。ね。嫌な顔をしないって、これはね、とても重要なことですよ。ねえ。こんな厄介なやつに対して嫌な顔をしない。ああ、見習うべきですね。そんなことしてまして。で、あ、そう。モーキャリが今日シングル発売だったそうで、マネギの現場に、まあ、もともと電波の現場で知り合ったね、方から、最近はよくマネギの現場でも、顔を合わせてるんですけども、モーキャリのね、アンバランスアンブレラね、今日発売ですか？いただいてきましたよ。ねえ、聞きました。これ曲いいですから。ねえ、モーキャリにはハマらなかったというかね。まあ、ね、別にというかね、悪いわけでもないし、ね、嫌いなわけでもないですけど、ハマらなかったって。ねえ。まあ、そういうグループもありますよ。あんだけというか、これだけたくさんあれば。ね、僕はこれだけね、招きがすごいって言っても、招き子のどこがいいんだよって言ってる人も中にはね、いるとは思いますけども、ねー、いるんですかそんな人が。ねー、いやー、いい。ね。まあ、ちゃんと聞きましょう。ソニーレコードですよ。ねえ。アンバランス、アンブレラ。ね。それと、ね、移動中はね、この間、キットのもとを、読み終わりましたので、次はね、今ね、芸能人、寛容論、武田砂鉄さんっていうね、これ、ヤフー、個人。で、コラムを書いてたのを見かけて、じゃなかったかな？ヤフーじゃなかったかな？なんか、他のところのコラムをね、あ、ついだから、書影を写しとくかね、こういうやつね。他のところのコラムを読んだときに、何かの時のコラムを読んだときに、いや、この人の考え方は素晴らしいぞと、ね、思ってですね、早く砂鉄さんの本が読みたい。早く砂鉄さん。その当時はね、まだ、本が出てなかったんですね。で、赤い表紙の、あれなんて本でした？ね、あれが出た時に、もう感動して、なんて本、紋切り型社会。なんかそんなやつ。ね。あれも、もうやたらめったら面白いんですよ。ねえ、切り口がというかね、なんていうんですかね、こう、ね、ズバズバと、ね、ちゃんと切ってくれるから、切られたことも気づいてないんじゃないかっていうぐらいの切れ味の鋭い批評というか、ね、論調、批評、なんていうのかね、全米が泣いたって、ね、言ってるけども、だからなんだみたいな、それでごまかされるんじゃないぞみたいなことを、書いてる本なんですけどね。いや、本当に素晴らしい。で、これですよ。芸能人寛容論。めちゃくちゃ面白いですよ。ね、10月、いつでしたっけに入ってからね、イベントで、水道橋博士さんとトークイベントがあるそうなんで、これは逃しちゃダメですよ。5日だったかな。ねえ。いや、面白い。ねえ。いろいろ面白いところあったんですけどね。そんなことをしておりまして。じゃあ、ね。いきますか。もう随分また喋りすぎましたね。じゃあ、誰だ？
誰だ。風邪ひいてんすよ。ちょっと熱があってね。最近また暑くなったじゃないですか。だから体調崩してる人が多いんじゃないですか。だーね。ひょこたんさんね、言いましょう。こんばんは。こんばんは。そういえば、ひょこたんが初めて買った漫画は、つるぴかハゲマユ。なるほど。コロコロボンボンでしたっけ？電車に乗って会社に行くご褒美で買ってもらった。ああ、子供らしいエピソード。単行本の仕組みを知らなかったので、コロコロで一度読んだ内容でがっかりした。だそうです。なるほど、なるほど。ね。わかります、わかります。でも、コロコロをずっと読んでたのかな？じゃあ。サンキュー。ぴょこたんさんと同世代なんじゃないですかね。おそらく。わかるかも。ハゲマル。今こそ、ぴょこたんさんの方がちょっと若いのかな。うん。ね、僕初めて買ったのはミスター味っ子でしたね。漫画。漫画単行本はね。キャプテン翼だったかな。いや。多分、味っ子だったと思うな。今の仕事じゃなかったら、何になりたかったかというと、億万長者。ああ、ずるい答えかな。サンキュー。いいね。御曹司とかね。社長令嬢とかいいんじゃないですか。ミリオンセラー。うなる可能性まだあるんじゃないか、万歳。ねえ、プラムソニックス。私もなりたい。ねえ。目指せミリオンセラー。なりたいよね、億万長者。じゃあ、そんなところで、合算チェック行きましょう。そういえば、この前、着替えた時に、こんな写真を撮ってもらいましたよね。みんなされてる質問されねえんだけど。ギャーン、リンちゃん、かわいい、超かわいい、ね。レオナかわいい、超かわいい、もう全員かわいい、超かわいいっすよ。フレンドにも見せたいんですけど。ね、はい。これは、アットジャムの時だな。うん。ありがとうございます。ね、何かコメントはありますか？あるある。ジブリの人へ、チュひとえちゃん。おぉ、それをひとえと読むかね。うん。いい感じだと思います。ねえ。よし。ああ、じゃあ、合算チェックね。一応。まあ、つぶやいてはいないでしょうけども。ね。ああ、つぶやいてはいませんわ。ね。はい。そんなところですか。友近が来ましたよ。また、オフラインで進めときますわ。ね。いやー、そんなところですわ。ちゃんと寝て、風というか体調を治しましょうね。チャンネル登録もそうですけどね。T シャツと LINE スタンプは本当に買え。T シャツと、この T シャツね、しばらく着てないな。次は生うどんとこの T シャツで写真撮ろうかなと思ってるんで、ね。生うどんのお二方、覚悟しておいてくださいね。あと、LINE スタンプも買ってくださいね。そんなところですわ。ね。アディオース。アディオース。